はい、ということで中西さんと話そう、今回はついにというかね、にもう壮観ですけれども、はい、今回はですねエレキバイオリンについて、伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔するたびにこの天井にその吊ってあるバイオリンがたくさんあるんですけど、その中でも厳選した7台のエレキバイオリンですけれども中西さん、エレキバイオリン の、 その最初にその出会いっていうのはどういう感じだったんですかね。そうね、あのクラシックから離れるきっかけが僕ジャン・ルーク・ポンティなんですけど、はい、まあ、彼がエレキバイオリンを使ってたんで、それでエレキバイオリンやりたくなって、ただ最初はエレキバイオリン日本で売ってなくて、あのいわゆるインターネットもなかったから、手に入れることもできなくて、輸入する術もなくて、それであの最初の3代目まで作ったんですけど。自分で作ったんですか。そう、まあ、あの楽器屋さんと相談したり、あと、いわゆるライブとかあんまりやってないけどエレクトリックバイオリンで CD 出した人がいるんで、その人にちょっと話を聞いたりもして、そうで1代目は楽器屋さんと共同で作って、2代目3代目は自分でまあ作ってみたんだけど、ギター用のピックアップをね貼っつけたりして、でその中であの僕の実はアルバムでエレキバイオリンで In the Pocket っていうアルバムの中の普通のバイオリンに聞こえる音をエレキバイオリンで撮ってるのが結構あって、でその頃生のバイオリンがすごい270、80年ぐらい昔の楽器を使ってたんだけど、鳴りが一定やっぱりこの古い楽器だから結構あのいい時と悪い時とあって、でレコーディング中にいい鳴り方にならない時やっぱり癖が出るんで、これエレキの方が自然な音だなって思うぐらいエレキが良かったりして、でそう今聴いてもね生の楽器にしか聞こえないんだけど、そのエレキすごい気に入ってて、未だにそのそういう音を作ろうと思っていろいろ試行錯誤してもそういう音にはできないっていう楽器だったんだよね。で、なんで今持ってないかっていうと、その楽器、まあ、すごい気に入ってて、ヘフナーのミュートバイオリンっていうやつを改造したんだけども、ピックアップでほら1ミリずれるだけで全然音変わるじゃないですか、ものすごいやっていろいろこういいとこ探したんですけども、である時その楽器色を塗ってみたくなって、あのスプレーでこうやって塗ったんですよ、そしたら音がね死んじゃったんだよね。ほう、そういう音出なくなっちゃって、そう残念ながら音がいまいちになっちゃって、で他の楽器しちゃったっていう、その時の楽器ねすごい音したんだよね。へそんなことがあったりして、塗装によってちょっとやっぱり変わっちゃうという。そうだね、やっぱり弦じゃないや木の響きがこうなくなっていっちゃう、癖が出ちゃうのと、あとは倍音成分減っちゃうのかな、あの木が硬くなって、なるほど、そう木を鳴らすというよりかあの駒の音をまた駒に跳ね返しちゃうようになっていっちゃうのかもしれないけども、なるほど、そう最初は、まあ、エレキバイオリンそのねジャン・ルーク・ポンティを聴いてやりたくなって最初は作ったっていう。すごい、やっぱりねあの DIY の話じゃないけどエレキバイオリンも最初作ってるっていう。そう、作らないと手に入んなかったからね。なるほど、もう ないものは作ってしまおうと。そうだね。なるほどね。で今日ここにもう何台もねまだこの他にも持ってらっしゃるエレキバイオリンの中から7台ありますけど、一つずつちょっと説明していただいてもそうですね。よろしいでしょうか。何かどれが。じゃあ一番近いところから行くと、これはかなり長く使ってたんですけど、レコーディングでもよく使ってたけど、6弦1,2,3,4,5,6 だね、6弦ついてて、これはかなりあの低いチェロみたいな音がしたりしてすごい気に入ってたんですが、どういうチューニングになってるんですか。これはね、ファド、ソレ、ラミ、バイオリンの、一番とあの高いところからビオラよりもう一つ下が 5度下までですね。なるほど。でこれがこれフレットをねこう打ってみたんですよ。ほうほう。で、フレットを打ったことによってピッチカートでバッキングとかこうやるとすごい音が伸びて気持ちいいんだけども、なんかこうやっぱりフレットに縛られるっていう感じでニュアンスがうまくつけられなくなって今あんまり使ってないんですけど、あと、まあ僕ちょっと体を痛めてから、指の力がネックの太いのがちょっと指に負担がかかるね今、使ってなくなっちゃったんだけど、とても気に入ってる楽器でした。このデザインがさなんかこうセンスいいんだか悪いんだか分かんないこうやつなんか拷問の機械みたいなあの布袋君がそれ拷問の機械みたいだねって
って小林君が言ってすごい印象的だったけどこれを見てそう一緒に彼やった時にこれ使ってたんだけどね、うん、そうなかなか面白いすごいデザインも、ね、いいですねそう受注生産あこれ受注生産蓋開けた時にすごいメープルのいい匂いがすごいしました、うん、送られてきた時にそうあこれねなんかアメリカ人がなんか持ってきてくれたんですよ持ってきてくれたそうなんかアメリカからアメリカから持ってきたのか分かんないけどなんかあの楽器じゃ持ってかせるからって言って僕がでもアメリカに直接は注文してないので、うん、楽器屋さん通して注文してるんで、まあ、これまた特殊な顎当てこれですねあの顎当てがこう調節によりこういうふうにもうどうにでもあ角度とか高さとかそうでこのすごいのも角度高さこの位置がこう平行移動もできるすごいですね 3D な感じですねそうそう 3D な感じこれそうこの頃は使ってたんですね、これはボリュームですかそうボリュームですねうん、うん、あ後ろがジャックが刺さるってことですねそうですねでこれあの楽器の形がちょっと特殊で、うん、専用の顎当てがついてたんだけどそれが合わないもんで、うん、あの楽器のこうふかす普通のバイオリンと同じ厚さにするような、うんうんうんアタッチメントをつけてこの顎当てをつけてるっていうなるほどでちょっとノイズが出たんでこうあのこんながんじがらめにちょっとアースを取ってますけど、はい、でこの元々のピックアップはバーベラトランスデューサーっていうところのコマがついてたんだけど、うんうんうん、それの音があんまり好きじゃなくて、うん、LR バックスのピックアップをコマのこう振り抜いて、はい、木ごと振り抜いて、はい、このコマを作ってそこに当てはめたのかな、うん、埋め込んだそうそうほうほうほう埋め込んだっていうもともとあったじゃあものでは ないってことですかそうこれからコマ作ってそこにこう表面削ってエラーバックスを埋め込んだっていうなるほどなるほどそうなんですそれにすることによって音もやっぱり良くなってそうねこれに変えてすごい良くなったこれねものすごくいい音して好きだったんだけど、まあ、ちょっと指がね負担がかかるんでなるほどこんな感じですねはいありがとうございますじゃあ続いてこれどういう順番がいいですかねじゃあ上に行っちゃおうかな、はい、こういうふうにこう置いてそうですね、はい、これがですね、うん、今6弦だったけどこれ7弦増えたこのね弦の太さがねもううどんのようななんかものすごい気持ち悪いんだけどでもね意外と実用になるんだよねエレキだと生の6弦持ってるけど生の6弦は使えるけどさすがに生の7弦はダメあの音量がもう 出なさすぎてダメだったけど、うん、これはちゃんと低音も出てこれは何線ですかねこれはね B フラットでチェロの最低音のさらに前音したっていうなるほどなるほどなるほど、うん、B フラットえこれ弦はどういう弦弦で、ね、売ってるんだよねあの割とクラシックの弦も作ってるメーカーでこういう特殊な弦売っててあのアコースティックでオクターブバイオリンっていうあの、はいはい、普通のバイオリンのオクターブ下のソレラミになってるのもあるけど、うん、そういう弦も扱ってるちょっとメーカー今忘れちゃったけどこれもじゃあ B フラット弦っていうのがあるってそう B フラット弦7弦バイオリン用の弦っていうのがあるそうだったもういろいろ探しまくってるからね、これはさらにさっきのよりまだ5度下が出るというそうなんだよ ねこれは買って割とすぐにその指というか決意ですけど、まあ、ちょっと壊しちゃったんでほとんどっていうかライブでは1回も使わないままそうなんですかいろいろテストしてよしいろいろやるぞって思ってから結局使ってないっていうすごい残念なんですけどデザインもね変わってますねちょっと面白いねこれ意外と高くなかったんですよそうですか、うん、これ個人輸入したんですけどね、うんうんうん、どういうのでそのなんていうんですか探すんですかそういうまあ僕は、まあ、この頃になるともうネットだね、うん、ネットで探してたね輸入してそうだね、うん、これはパッシブですかアクティブこれはねなんだっけアクティブだったかもアクティブ、うん、電池がそうですよね電池ボックスがなるほど音的には結構かなりけど B フラットまで出るっていうとすごいですね、まあ、その B フラットでメロディーをやるのは厳しいけど、うん、あの通奏低音みたいに使う分には音色はまあ一応つまりメロディー弾くのは難しいけどっていうのはあのアーティキュレーションがつきにくいあの強い音とか弱い音とか自由に出せるかとそうでもなくて、うんうん、強い音を出すとやっぱり弦がしなるしあんまり強い音じゃないんで、うん、なるほどまあでも静かに弾く分にはね一番下の弦も使える、うん、
まあ、これあのエレキバーリンやってる人みんなそうだろうけど、やっぱりイコライザーをうまく使って楽器の個性を出しながら自分の好みの音にこう持っていくってすごい大事で、そうすることによって、まあ、ほとんどの楽器結構使えるようになるんですね、うんうん、この木目も結構ね好きなんですけどね。いいですね。ありがとうございます。さてじゃあ続いて、じゃあこの透明なやつ、透明なやつこれ あのちょっとパターン違ってて、中に LED が入ってるやつとかも、うんうんうん、あの前使ったことあるんだけど、まあ透明なのを作ってる人には悪いけど、なかなかやっぱりいい音が出なくて、うん、この材質がこのアクリルっていうのはなんか音を吸収しないというか、あのなんか全部跳ね返すみたいな感じで余韻がすごい長くなっちゃって、あそう響きがそのすぎるというか、ね、響きがこうなんかすごい硬い感じ、ああの振動やっぱりどれもこれもちょっとはあのボディが振動して、その、うんうん、あの駒の味付けをしていくんだけど、駒の音プラス、うんうんうん、それがねほとんどない感じで、うんうんうん、そうただ見栄え的には面白いのと、エフェクターを結構ありきで使うんだったら全然使える楽器で、うん、なるほど、うん、僕の場合あの、まあ、例えばロックのライブとか、うん、プログレやってても、うん、激しいのをやったり、時にはすごいこう静かなバイオリンっぽい音をやりたかったり、そういう音楽もやりたかったりするんで、そういう振り幅で考えるとちょっと厳しい、うん、でもガンガンに行く音楽ばかりだったら本当にこれで結構かなり楽しめる楽器ですけどね。ただ重たい、あ重たい、うん、ちょっと昔ですか、あなるあ結構重要ありますね。そうなんだよ、昔はエディ・ジョブソンだけ使ってた楽器で、うん、やっぱり透明な楽器っていうのがあって、うんうん、そのモデルも弾いたことあるんだけど、それはうまく考えてあって、うん、あの映像で見るとこういう形に見えるんだけど、実は持ってみるとそうじゃなくて真ん中しかないんですよ。でここはなんかワイヤーがこう、あワイヤーがあるだけでこの中はない。なるほどなるほど。でワイヤーがアルミかなんかでこうできてて、うん、すごい軽かったんですよ。でもあのこれもほら透明だから向こう側見えるけど、ワイヤーが両端あったら透明なもの、透明な板がここにあるかなって錯覚する感じで、うんうん、だからこういうのもないし、もうここら辺が全部ワイヤー2本でくらい、それは軽くて、そう高かったからちょっとかなってくるねこれは中古で買ったんですけどね、ちゃんとね電池が後ろに、そう丸見えですけど ね、 いいですね。あとこれあのアクリルの場合はこういうところのあの木と木でやるのと違って、うん、こう感触がちょっと悪い回す感触、そう結構緩んじゃったりいろいろ、まあ、でもまあ透明なもの独特の照明とか当たったら綺麗だしね、うんうん、ですね、うん、スケルトン的な、ね、そうやっぱりで透明プラスこの LED が入ってると、うん、なかなか多分ステージでは、まあ、で音楽にもあのジャンルにもよるけどね、うんうんうん、あのなかなか入ると思うけどね、はいありがとうございます。さてこれは、イギリスの楽器なんですけど、うんうん、これ意外と持ってる人いるかもね。アマゾンでも一時売ってたんだけど、うんうん、僕これ結構好きだったんですが、うん、響きがねかなりこうバイオン成分がめちゃめちゃ多い。ほうでそれをあのうまく処理すると結構いい音になる。バイオン成分がないものにこう足すのは難しいけど、うん、ないものにこうあのイコライザーとかでこう足していくと神経質の音になりやすいんだけど、うん、これはすごい多すぎてそれを削る分には割と、うん、よくて、これはね結構なんか空洞でまあまあ軽いのと、うんうん、結構ボディの音も拾うんで、これちょ結構軽いんだよね。あ、さっきのやつより全然軽いですね、うんうん、なるほどなるほど。重量感も結構普通のバイオリンにちょっとまあまだちょっと重いかもしれないけど、ちょっと重たいけどね、うんうん、ってことはこれで例えばパライコとかでバイオンセブンのところを出過ぎてたらちょっと削ればいい感じのその、そうただね、すごいいい答えと、すごい癖っぽい答えと結構あって、僕これね5台ぐらい弾いたかな、もうかなり違うんだよね。で僕1台これ色とか全部注文して輸入して買ったんですけど、その答えがいい音出なくて、はい、それを実は交換してもらって
ったやつなんです。ほうほうほう。僕のはあの 赤にこうなんか模様がついてるやつを注文したんだけど、うん、こっちの方が音良かったんで注文したやつ高かったってこっちの方が安いんだけど、まあ、交換してもらって。ああそうなんですか。まあ音はやっぱり選んで。俺も結構あの後ろに電池が。あそうそうそう。アクティブドじゃあ、はい、エレキバイブと。そうですね。これも語源か。そうですね。まあ僕語源が好きなんで、ほとんど語源かな。タケンバイブ好きなので。このあのこれはなんかエレキギター用のにちょっと取り替えちゃった。ちょっとね、取り替えてますけど。かわいいですね。それはボリュームとトーンか。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあこっち行きますかね。これは最近よく使ってるやつで、うん、よく見ましたでしょ。これ軽かった。すごい。多分一番軽いですね今のね。そうだね。これはあの日本のメーカー。あ、そうそう。これもね確か日本のメーカー。ほう。ですね。なるほど。あの基礎バイオリン、クランツっていう名前でらっしゃるんですけど、はい、でまあこうテールピースをこういうあの形のに。おで書いてこの方がなんかローが、まあ、ちょっとなりやすいん で、でなぜ洗濯わさびがあるかと、これを僕あのバイオリンってクラシックやってる頃から僕そうだったんだけど、うん、売ってるミュートっていうのは好きじゃなくて、うん、音が好きじゃなくてでよくミュート作ってたんだけど、うん、今はこの木でできたこれはちょうど僕の好きな音なんでこれでミュートがあり、でこれあのつける位置によってかなり音がこう変わるんですけども楽しめるよっていう。これは、ライブの時に使ってるんですか。使ってますね。僕の配信とかでもよく使ってるけど、これそっくりでね、合成樹脂で作ったやつもあるんだけど、うん、それだとやっぱり音が全然違うね。木じゃないよね。木のやつが一番いい。へえ、うん。それやっぱりあのどこにつけるかによって変わるっていう。そうだね。これは結構軽くて、これも4弦を買って5弦に改造してるんだけども、これは結構なんかもうあの。中西さんあの全部物が多分その人たちが作ったオリジナルのものってほぼないんじゃないですか。あそうかもしれない。全部なんか改造してる自分流のものになってますよね。そうかもね。やっぱりこれちなみに、うん、あそうかけどこれテールピースが斜めだからコマも斜めになってるってことですか。あではなくて、うん、これ本当はバイオリンって、うん、あの後方にするとあのピッチが同じ位置で揃うんだよね。ほうクラシックの下みたいにこういう風になってる人こうやって平行になってますよね。平行になってるのは、うん、本当は低い方のピッチをちょっと低めにとって、うん、高い弦は高めにとってるっていうそういう調節を多分知らず知らずに。えじゃあ全部中西さんの場合にこうなってるんですか。僕は今使ってるとこうしてる。この方が僕はその平行移動でこういけるんで僕はこの方が楽で。なるほど。僕の生徒結構これやってる人もいるけど。へー知らなかった。そのテールピースがこうなってるからじゃないですね。じゃあねではないです、うん、でもギターでも、まあ、これ特にこう斜めになったけど使う弦によっても違うんだよね。ギターでもちょっと斜めにしたり斜めっていうか、こう弦によって駒の位置が違ってたりすると思うんだけど、うんうんうん、あれをやっぱりやることによって、ピッチがこう揃ってくるっていう。要するに低弦側をちょっと下げて。そうですね。で高弦の方をちょっと上げてるっていう、うんうんうん、へなるほど。これ同じとこでこう、こうやってやっていくと多分、うん、よく分かると思いますけど、うん、はい。クランですね。これまあでもデザイン結構面白いなと思って、いいですね、うん、こんなだったんですもうできるだけこういうのガーッとこう出てるのが好きでやってたら僕の生徒も同じようになんか嫌な人が出てきてあの人はじゃあ中西さんと仲がいいんだって分かりますね。分かっちゃうかもね、うん、ありがとうございます。で次行きますか。これはこれ派手だよね。いかついですな。いかついね。これね結構大変なんで弾くの。大変そうだもんな。割と心地いいところでこう収まらずに、多分これアメリカ人にやっぱりの体型なんだろうね。だから僕とかちょっとこれカットしようと思ったんだけど、カット。カットしないとどうもなんかこうこうなんか痛いというか。でもうちょっとこう近づきたい楽器が。うんうんうん。なので。どうしようかな。骨格とかの問題もあるのかな。そうなのかね。でこれもピックアップこう変えたんですけどね、元々のがちょっとイマイチで、うんうん、これもあれですか LR バックス。これはあ
これもエアロバックスを、これはエアロバックスのビオラ用かな、それかまた埋め込んでる、あ、埋め込んでるかもしれない、ちょっとごめんね、もう忘れちゃった。いやいやいや、フライング V ってやつですかね。そう、これマークウッドがね、うん、作ってる、うんうん、マークウッドはものすごいの作ってるよね。こうやって引いてるとここになんかナイフが突き刺さってそこに血だらけになってるそういう楽器とかあるんだけど何を考えてんだか面白いね。で彼の、まあ、楽器はこれ1台しか持ってないけど彼の楽器を買うとビデオがついてくる、うん、で、あ、そういう時があっただけなのかもしれないけど僕はそのビデオがついてきててそこで彼がこう弾いてるのがこうプロモーション用にあるんだけどそれが面白くてまあ、すごい上手い人なんだけど、うん、楽器ロックバーって弾いて革ジャン着て、うん、結構ロック野郎で弾いてんだけど、うん、すぐ後ろに水着の金髪の人がなんかこんなすごいこう色気出して踊ってるのが結構こう入ってきて、うん、なんか どっちがメインだか分かんないぐらいなんかもうその金髪のお姉さんがいっぱい映っててアメリカの人と考えること日本人とまたちょっと違うなと思って面白かったけどね。すごいなんかやっぱりジョークがすごいいいですね。面白いよね。よくでも車の雑誌とかでも、ね、水着の女の人よく写ってるよね表紙とかね。そうですね。なんでやみたいななんか要するにその時は本人はめっちゃ真面目にがっつり演奏してるんですよね。そう、まあ、もちろん彼はインターテイナーというかこうすごいかっこよく弾いてるから、うん、もちろんこう入り込んでるけど、うん、すごいアグレッシブにこうなんか攻めてる感じで弾いてるんだけどね、うん、後ろにね映ってる人が面白い。何のプロモーションビデオなんだっていう感じだったけどこれは色もいいですね。色もね、これここで自分の体ここにこう当てて、なるほどでこれベルトでここに引っ掛けて、うんうん、つまり手を離してもここに常にあるという、はあはあ、ただその時今割と慣れてきたけど最初これ見た時にこうやって普通にしてる時いつもここにこうやってそびえ立ってるっていうのがかっこいいのかかっこ悪いのかなんかどうなんだろうって最初思ったけどね。そうですね、なるほど、まあ楽なのはいいかもしれないけど、ああ、そうか、いつもこんななってるっていう、なるほどね、ちょっとなかなかこれはちょっと面白くてどうしても手に入れたかったんだけどね。ありがとうございます。これも6弦かな。そうですね、6弦ですね。はい、ということで、あ、これですね。これは馴染みが僕も深いですけど、これは意外と持ってる人多いと思うんだけど、これ日本のね、うん、某ヤマハさんの楽器なんですそう、これはこのやっぱりこのデザインがちょっと独創的でちょっと全部と比べても全然違いますね。そうね、これがなんか海外でもすごい人気みたいで、このビワみたいな、うん、This is ビワみたいな感じでこう人気出たみたいですけどね、うん、すごい結構売れたみたいですけどね。オリエンタルな感じしますね、すごい。そう、オリエンタルなところが良かったんだろうね。でやっぱりこのヤマハってほら昔家具を作ってて、うん、その家具がものすごい木が綺麗で、うん、白木が多かったんだけど、オーディオ製品、まあ、僕、まあ、オーディオマニアだったけど、うんうん、ヤマハのアンプとかはちょっと違うんだよね。木の部分のすごい精巧なこう感じが、うんうん、やっぱりそれがこう出てていいなと思うんだけど、うん、すごい綺麗ですよね。でもなかなか面白いデザイン、うん、でこれもかなり軽いんですよね、うん、そうですね、うん、でこれまあ、今までいろんな音のエレキバーに出たけど、まあ、さっきも個体によって同じものでもかなり癖のあるものと良かったものとかあって、うん、たまたま注文したのがハズレを引いちゃうことも、まあ、まああるんだけど、うん、これは割と水準をずっと保ってるね、うん、割と個体差はなくて、うん、だから僕も生徒にこれ勧めたりしてるんですね、うん、これは開発段階からちょっと関わって、あ、そうですね、うん、デザインの時からすごい独創的なデザインがあって、うん、まるでボートみたいに見える感じの、まあ、僕がそう思ってるかもしれないだけかもしれないけど、うん、ボートみたいに見えるのとか、うんうん、そう5個あったのか、そのうちの2つかを選んでこれがいいんじゃないかって、うん、それでそのうちの1つが商品になったっていう、うん、そう、これが面白いのが、その例えば楽器の音だけじゃなくて、うん、デザインも中井さんがそういう
なんていうか助言をされてるっていうのがすごいですよね。ああそうなんですかね。いやすごいと思いますよ。なんか音でこの音どうですかっていうのだけじゃなくて、このどういう形にするかとかっていうところですよね。そうだね、やっぱり見た目結構大事だし、あとね、あのテレビとかに出る人って僕いつも思うんだけど、楽器の裏側も映ったりカメラがガーって来たりするじゃん、うんうん、だからで特にエリケバーリンなんかは、うん、楽器の裏側も映るから、うん、裏側も綺麗に作んないとっていう。なるほど。だからサイレントとこの山のサイレントとエレキの違いってやっぱりエレキの方は裏面もこうすごい綺麗に作ってて、やっぱりこっちの方が、うん、実践向きなんだろうなって思ったりするんですよ。うん、あとねこれちょっとこぼれ話だけど、うん、ヤマハっていう文字がこっちに書いてあった最初、うんうん、でこのこっちのこうマークとかがこっち側にあって、うん、で僕がこれケーブルを刺しちゃうとヤマハっていうのは見えなくなっちゃいますよ、で見えなくなっちゃうのもったいなくないですかって言ったら逆になって、なるほどそういうところまで考えられてそこまでデザインしてるってすごいと思いますけど楽しいですけどね。うーん、いやでもね、そういうの聞いてくれるっていうのは僕にとってはものすごい嬉しくて、うん、あとやっぱり、自分もすごい好きだから、うん、なんか夢中になっていろいろこうなんか音を出して作ってみたり、いろいろデザインもいろいろ考えたくなっちゃうね。これなかなか面白いですね。これもね、ナチュラル色とあとブラックとね、そうだね、2色がありますよね。この2つは結構また面白く違うんだけどね、うん、あ、色によって面白い。そうだね、うん、色によってというよりか火のままっていうのと塗装でくるんじゃったのと、なるほど。そう、でも一概にどっちが悪いとかじゃなくて質が違ってて、うん、というか特色が違ってて、うん、やっぱりバイオ成分が多くてブラックの方がバイオ成分が少し少ないけども、うん、まあ音ぶっといとも言えるし、うん、エフェクターかければあのくらいシーンがガーンと出てる方がもしかしたらいいかもしれないし、うん、なるほど、いろいろ人によって多分感じ方はね違うと思うけど、ナチュラル色の良さとまたブラックの良さと、そうですね、あると。あとさ、ちょっとここにないんですけど、うん、一つもう一個、うん、はいはい、足してもいいですか。はいはい、もちろんもちろんもちろん。持ってきました、はい、これなんだけど、おう、これ割と軽いんですよね、まあまあ、あ、そうですね、ちょっとは重たいかもしれない、うんうんうん、はい、これは、ある楽器屋さんが、作ってくれたんですけど、まあ、うん、その楽器屋さんとも、まあ、コラボしようみたいな感じ で、うん、で彼なかなかこう面白いんだけど、これね、ここの板が弦を緩めればこれ抜けるようになってるんです。でこれがいろんな材質でこう差し替えてみようっていう。はあ。で昆虫はここにあって、僕もこれ固定しちゃったんだけど、昆虫はこういうふうに自由にずらせるようになってて。なるほど。でそれで音を変えようっていう。へえ。で最初この奥に、グラスファイバーかなんかのじゃない炭素、うん、すごい軽くて強い、棒がこう芯が入ってたんだけど、それがちょっと癖があってそれは取ってもらって、うん、まあ、それでも問題ないということで取ってもらって、そしたら結構音良くなって、ほうほうほう、そう、なかなか面白いが、材質が変えられるってことですか。そう、 すごいですね。でも一番最初の材質で結構いい音出ちゃったから、うん、いろいろ作るよとは言ってくれてたんだけど、うん、これでいくわみたいな。これ差し支えなければどうなったんですか。これね、オリビエ・パオリさんっていう、うん、彼のところにホールがあって、そこで何回もコンサートをやってたんだけど、うん、その時にコンサートやりながら楽器を1個完成させていこうとかっていう感じで彼も作り始めて、うんうん、そのシリーズやってる間にこれを完成させると。でこれは後から僕が、うん、こういう切り抜いた板を作って、うんうんうん、これつけたんですけど、はいはいはい、これは最初なくて、はい、内側は合わせだったんだけど、その合わせがちょっと僕は合わなかったもんで、うん、後からこれをつけて、またやっぱり自分で何かつけ出してます、ね、これなんか猫みたいでしょ。あ、本当本当猫みたい。でこれの面白いのは ここが T っていう、黒で T っていう、でここが N で、うん、TN、 つまり俊弘中西っていう風にしたからねとかってデザインいうことがされてる、うん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 、やっぱり彼が作っただけあって、そのいわゆる量産品じゃないから、まあ、うんうん、すごいこういうところはものすごいしっくりしてて、うん、クラシックのすごいいい楽器と同じような感触で、うんうん、
ピッチもできて、うん、これもかなり長い間使ってます。カンニングペーパー書いてありますね。なんて書いてあるんですか。これね、コード進行がねで F、G、B フラットとかも書いてあるんですよ。どうしてもね覚えられない曲があって、でも譜面見ないで弾きたかったから、うん、こうやって見たらここにこう見えるようにカンニングペーパーそういうのやったことない？あんまりないかな。僕ここに結構貼ったりして、ここにコード進行書いたりコマの裏に、そういうことも結構やりましたけどね。あの今ちょっと僕のところから見たらすごいあのちゃんと書いてありました、コード進行が。ガチで書いてあるね。なるほど。いろいろね。ちゃんと思い出してるんです。いや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 。これは、はい、これは4弦？あ、5弦かこれも。5弦ですね。あのアコースティックのなんからしさもありつつ、そうだね。って感じですね。そう、これがまあ自分の中の思い出深い楽器だ。なるほど。はい、ありがとうございます。まあ、今回はですね、あのちょっと音をですね出すっていう機会はなかったんですけど、またあのこのシリーズでこういうエレキバイオリンが活躍する動画もですね、また撮影できたらなと思っております。まあ、エレキバイオリンすごいあの奥が深いし、あと、まあ、4弦以外のこういう5弦があったり6弦あったり、あと7弦でしたっけ、もうね本当にいろんなデザインであったりとか、まあ、音も違いますしね。あの、そうだね、それぞれこのね YEV なんかは僕あの開発されて、最初のイベントでね、お二人で、あ、そうだそうだ、はい、あのヤマハの楽しかったね、銀座でね一緒にイベントもやらせてもらいましたけども、あのこういう形であのエレキバイオリンがやる人がねもっと増えていく。そうだね。で、うん、エレキバイオリンって必ずやっぱり自分で音を作っていくと本当にあの多分好きな音になっていくと思うんだけど、で ということはあの逆に生のバイオリンと違って自分で音が作れるっていう利点もあるから、これを利用しない手はないと思うんだよね。だから機械に弱い人もいるかもしれないけど、やっぱりイコライザーとかエフェクターとかいろんなものをこう使ってみて、とにかくね、知らないからちょっとできませんじゃなくて、いろいろやってみて教えてもらうのもいいけど、その前にまず自分でやってみてこうやるとね、多分かなり面白くなると思うんで、ぜひ、ね、そうやって使ってもらえると良さもね生きると思う。はい、今回はもうたくさんのねあのリクエストの中からもう結構多いあのリクエスト、エレキバイオリンの回見たいということだったので、この後またあのエフェクターの回とかね、はい、音作りについても伺いたいなと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。